はい、ロジック10のですね、新機能解説第4弾になりますね。今回いろいろ新機能加わっていて、説明してもしてもですね、なかなか減っていかないんですけども、今回はトラック管理に関連した機能をちょっと中心にご紹介していきたいと思います。まずですね、サンプルの楽曲を再生してみます。こんな形ですね。音量バランスバラバラでですね、例えばドラムだけバランスはもうバッチリだったと。だけど他とのバランスが小さい、大きい、なんていうことがよくあるんですけども、その時にちょっと使える新機能がスタックというものですね。で、その前に今キック、ハット、スネアはいいんですけど、シンバルがどこにあるかって言いますと、ちょっと上にありますね。こちら2つですね。で、これもですね、地味なんですけども改善されている部分です。シフトをしながらこうクリックする、同時に選んで同時にこう移動ができますね。この配慮はとても嬉しいですね。で、実際このドラムをこうソロでして聞いてみますと、こういう状態ですね。ちょっとハットを上げておこうとかしてバランスを取ると。で、その後に本題の機能ですね。まず一つにしたいトラックを複数選びます。この時はシフトをしながら選択するだけで OK です。もしこれがですね、離れている場合ですね。例えばこことディレイ4なんかを追加したい時にシフトをしながら行ってしまうと、その間に含ませるものを全て選択されちゃいますね。で、こういう時にどうしたらいいのかって言いますと、コマンドキーですね。コマンドキーをしながらクリックすると、離れたところも選ぶことができると。もう一回コマンドキーを押しながらクリックすると、選択は外せます。このあたりも覚えておくと便利かと思いますね。目的のドラムが全部選ばさったところで、右クリックします。そうするとですね、トラック、スタックを作成で出てますので、こちらを選択します。はい、こんな形ですね。2種類あります。フォルダースタックと集約スタック。まずこれをしっかりと把握した方がいいですね。じゃあフォルダースタックから説明しましょう。作成をします。こういった形ですね。ちょっと今見えづらいんですけども、これ。開け閉めができるようになってるのわかりますかね。これがフォルダースタックで、Mac のフォルダーと同じような概念ですね。ファイルをフォルダーの中一つにまとめるといった感じです。今こう見てみると、キックからシンバルまで選択したものが全部まとまって、このサブ1っていうものになってますね。このように名前を付けてしまうといいかもしれません。これ何ができるかって言いますと、まずソロ。そしてミュート。はい。この中に入っているものを一斉にコントロールできる、プラスボリュームですね。この中に入っているものを相対的に一斉に変えることができると。なので今ドラム全体が小さくて、これらのバランスがバッチリな時は、スタックでまとめてあげた方が早いですよね。このような使い方ができます。じゃあもう一個のですね、集約スタックというものを見てみましょうか。じゃあそうですね、ちょっとうるさかったギターなんかで試してみましょう。まずギターソロにしてみましょうか。あ、これですね。OK です。これをまず、両サイドに振りましょう。こんな感じですね。よくギターなんてこう2本弾いて左右に振るっていうテクニック使いますね。まさに今それがこれになります。だいぶ広がりは出ましたよね。けどやっぱりこれは大きいです。なのでこれを集約スタックでまとめてみましょう。まず同じようにシフトをしながら2つ選ぶと。そして右クリックをして、同じですね、トラックスタックを作成と。で、フォルダースタックは先ほどお見せしたもの、集約スタック行ってみましょう。作成をします。見た目はほぼ一緒かと思いますね。名前つけちゃいましょうかね。こんな感じになります。で、これ何が違うのかと言いますと、一旦、まあもちろんソロ、ミュートなんかもできるんですけども、レコーディングボタン、こうモニタリングボタンがついてますね。これはちょっと後ほど説明するとして、集約スタックはですね、先ほどのミュートソロボリュームに加えて、エフェクトをかけることができるんですね。なので、例えばここに EQ、今ちょうどよくありますね。ダブルクリックして立ち上げる。この状態。そしてこれをですね、聞いてください。まずソロ。どうでしょう？これ2つ、こっちとこっちにかかってるのがわかるかと思います。これがですね、集約スタックのいいところで、まとめたトラックに
同じエフェクトを適用したりとか、で、かつですね、今これバス1に送らさってるんですけども、これをバス2に送る。要は違うチャンネルに一気に流すことができるんですね。これがフォルダースタックとの大きな違いになります。ですので、例えばコーラストラックをまとめてしまって、全体的にローカット、そしてハイをブーストするという使い方だったりとか、コンプレッサーをこう、まとめてかけてですね、統一感を出したりなんかっていうこともできますね。このあたりを使い分けることでかなり素早くミックスが行えるのでとてもおすすめですね。はい、これで全体で聞いてみましょう。もちろん音量も調整から音。この音量に関してはこっちとこっちが連動してますんで。だいぶまとまりましたよね。このような2種類のスタックが追加されていると。そしてですね、せっかくなんでもう一発、今全部オーディオですよね。これでですね、例えばじゃあ、ミリ。3つぐらいミリトラックがあったと。じゃあ1個消しましょう。そして1個 LPD ですね。じゃあもう1個適当。ギターのクリーン。そしてもう1個がそうですね。じゃあシンセサイザーのリードあたりにしときましょう。こうしますよね。で、集約スタックはさっきこう選択して右クリックからこの中のトラックスタックを作成。そして集約スタック。いいですね。やると。で、さっきですね、上にレコーディングマークありましたよね。これミディだとですね、実はここの集約スタックのまとまってるこの親部分にですね、レコーディングができるんですね。で、今回はですね、他のトラックとちょっと今関係ないのでソロにしましょうか。そしてレコーディングをしてみると。はい、こんな感じですね。まとまってるトラックが全部鳴ってるのがわかると思います。このように楽器をユニゾンさせておきたい時なんかも便利ですね。もしくはこうドラムですね、キック、スネア、ハットとかというこうミディを作っておいて、一つここにですね、ドラムのミディを作っておけば、三つバラバラの音源をドラムでキック、スネア、ハットと鳴らすことができると。こんな使い方が考えられますね。当然音量も簡単にコントロールできるので、やはりこれは便利かと思います。それではですね、ロジック10の新機能第4弾の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。